はい、皆さんこんにちは、青山正明です。先日仲間たちと竹取りに行ってきました。この日はね、非常に晴れた日ですね。小田原の農家さんの山にね、山竹の竹があるというので、そこで竹を取らせてもらいました。太い竹から細い竹までいろんな竹がありましたね。このね、竹の藪自体が一つの生命体というか、根っこでね、すべてつながっています。みんな思い思いに竹とのね、出会いを見つけて、あ、この竹が自分にぴったりだ、この竹を取りたいという竹をね、取りました。この竹は高橋さんの竹かな。割と根っこがね、深かったですね。ギシギシとやっております。あまりね、ギシギシさせすぎてしまうとバキッと割れちゃうので、丁寧に周りから根っこを切っています。はい、高橋さんももうベテランですね。何回も竹取りに行っています。周りから少しずつ根っこを切って、で、深いところにね、太い根っこが2本あるので、それを切ってしまえばね、割とすんなりと抜けますが、かなり重労働です。1本竹を取るのにね、この日は非常に寒かったですけど、汗びっしょりになりましたね。気持ちいいですけどね、とても良い運動になります。このように斧で太い根っこをこういう風に切ってます。よいしょ、頑張れ頑張れ、はいね、応援したくなりますね。僕もね、この日3本だけね、取れました。4本取れたかな。はい、さあ、この竹は水上さんの竹かな。はい、こういう風にね、竹と竹が近い場合もあります。少しね、難しい面もありますけれども、やはり気に入った竹をね、取った方がいいと思います。さあ、これはですね、これは誰の竹だったかな。根っこがね、思いのほか深く、みんなで手分けして、根っこを切りましたね。ノコギリでこんな風に切ったりしてます、はい、残念ながらこの後ね、こうバキッと割れてしまいました。あんまりグイグイやらない方がいいんですけどね、ついもう少しで取れるぞってなるとね、グイグイやってしまいたくなるのが心情というものですね。でも少しずつね、こうやっていろいろな竹を経験しながら、皆さんね、竹を取るスキルを上げております。日差しが美しい日でしたね。休憩時間にね、みかんをごちそうになったりしました。非常に見晴らしが良かったですね。こうありがたいことにね、滝がありまして、そこで根っこを洗浄させてもらいました。これね、水の要素、火の要素、風の要素、地の要素、空の要素、地水火風空のね、五大元素すべてがね、竹の中に詰まってるなーというのを実感しました。そう、僕が一番好きな作業はこの油抜きです。ゆっくりゆっくりね、竹を火に炙っていると、油がだんだんね、汗をかくように表面に出てきますので、非常に美しいモスグリーンというかね、バンブーグリーンになりますね。その油を拭いながら、少しずつね、油を抜いていきます。こう温まりますしね、いろいろ世間話をしながら、あれやこれやとよもやば話をして、こうやってね、ゆったりとした時間を過ごすのが本当に
好きですね。さあ、みんな勢ぞろいです。それぞれいろんな竹と出会えましたね。お芋、ごちそうになりました。焼き芋がまた美味しかった。というわけで、竹取りの一日でした。